はい、じゅんちです。ではアイワナピーザーパーマネンス2続きをやっていきましょう。では再開していこうか。この壁や梁がお菓子でできていて、まあ、至る所かじりつきたくなってしまうステージ。あれ、ここすごく優しいですね。これだけであれば、あら、意外とサクッといけますね。優しい。待って、しまった、今折ってしまいましたけど、これ戻っていくやっぱりそんな簡単じゃないか。ここさ、なんかこの上に針があるの、なんかすごく怪しかったんだけど、何事もないですかね。まあ何か戻っていくときにトラップがあるのか分かりませんけど、さあ行くよ。どこだ、ここら辺か。よし、待って、後半に行くにつれてイチゴが降ってくる周期が早くなってきてるんで、だからもうほとんどノンストップで行けということでしょうけど、よいしょ、よし、待ってよ、もうなんでそうなるの。最初に当たるかどうかでだいぶ変わってくるから、よし、行けた、 OK。 これすごい大事、これを大事にしてけ。待て、なんとそうなってんのか。ってことはそこで回避して戻ってこいってことか。あそこでかわすのどうだろう、いけるかな。よしほっ、よし、来た。あとはゆっくりといけばいいだけだからね。焦る必要なんて何もないからね。罠もないでしょ、どうせって言ってる、言うとフラグ立ちそうだから怖いけど、大丈夫？あ、大丈夫だ。よし、来ました、2回目。さて、ちょっと先ほどは油断してしまったが、今度はミスランズ、危ない。よし、そこ落ちるからグワッと、ナイス、ここ全部、あ、落ちるのね。よし、再びやってきました。可愛らしいアシュリーちゃんに乗ってのマジックボール取得ゲーム。ではやっていこうか。さて、まあだいぶ慣れてきたのでいけるでしょう。で、前々回ですかね、経験した通り、とにかくもうミスってもいいから、ミスるっていうか当たってもいいから取りこぼしがないようにしていく。あ、待って、これはちょっと待ってよ、取れるか。よし、それすごい大事。よいしょ。そう、特に時間制限はないですから、特に焦ることなく全部取っていく。そうすれば一発撃破も夢ではないと。で、壁に当たってもダメですから、あ、そうだ、なんかショット打てるか試そうと思ったんだけど、ちょっと待ってね。まずこの回は普通にやります。なんていうか、操作にちょっと集中して、あ、当たってしまった。それ、よしとにかく当たってもいいんだよ。よいしょ、まあ、こんな感じで、なるほどね。ちょっとした罠も出てくると。今3倍中です。で、ゴールが、裏からも何ビスケットくんの、裏からもくんの。あー、なるほど、いいでしょう。だけど、よし取ってくよ。調子いい。 OKOKOK で、今3倍、これがもうね、4倍5倍になってくれば、まあ、あっという間に、ノルマ、待てノルマ2000点か、すごいな。そしてツタシンさんベストが4103、あ、しまった、危ない、点数見てたら4138か、すごいね、これ。うわ、まだぶつかっても大丈夫、それよりもやっぱり取りこぼしがない方がいいですから。今1170か、結構いい感じじゃないか、これ。あ、待って、上取れるかな。ちょっと待ってね、これちょっとずつでも下がってきてんのか。よし、1198、いいね、 OKOKOK、 これはいいぞ。で、これくるっと回ってタイミングを見ていく。危ない、これ X キー押すと、お、なんだこれ、わ、すごっ。あー、1回限りしか使えないけど、待て、それ取り逃しはまずい。うわー、6倍モードが切れた。うわー、あ、なるほど、 X キーを押すと引き寄せんのか。あー、それは
どこで使えばよかったんだろう。ちょっと使うタイミングが間違えましたね。よし、あーっと、まあ、ぶつかってもいいんで、あ、でもこれでもいけるか。今800ですから、頑張ればいけるかもしんない。よし、オッケー、大丈夫よ。ちょっとね、その今からでも、来た、2倍モード、これ来ればいけんじゃないか。こっから、ゴール、ボス、ボスって言ってもどうやって戦うのこれ。ダッシュして、あ、なるほど、ダッシュして、あ、そういうことか。ショットが特にあるのかないのかちょっと分かんないけど、また それ取らして、よしこれ大事。アシュリーちゃん自体に体力はないですから、だからとにかく点数を稼いでいけばいい。おっとっと、今の取り逃しになる？なるかな。よし、この2倍モードでなんとか取り切っちゃう。あ、ミスにはなんないのかこれ、もしかして。であればとりあえず食らってもいいから、でダッシュ、ニュートラル、うわ、むついなこれ、すごい。ちょっと それ取らして、それ取り逃しはまずい。自動で消えるのは、それ取り逃しにならないのかな、そうやって消えてってくれるのは、かもしれないね。よし、2000いくぞ。とりあえずクリアできれば、これ一応ボスですよね。体力は出てないから点数取ればいいのかな。どうなんだろう。よし、2000いった。あとは倒すことを考えればいいのかな。どう倒せばいいんだろうこれ。よいしょ、近づいてく、近づいてくか。あ、そういうことか。なるほど。であとは壁に当たんないようにいけば、よし、もうツタシンさんの4138には到底及ばなかったんですけども、ひとまずクリアできました。やっぱどうしてもその最高得点を目指すってなると、絶妙な立ち回りを覚えていかないといけないと思うんですけども、ノルマをクリアする、とりあえずステージを突破できればっていう見方であれば、やっぱりそうですね、取りこぼしがないようにしていけばいいと、それをこう意識していけばいいんじゃないかなと思います。またアシュリーちゃんモードだけど、これ動かせません。自動でいってるね。まだ動かせない。キッド君が振り落とされちゃった。そして待って、別のシューティングゲームになる可能性ないこれ。アシュリーちゃんではなく、これなんだっけ、ギャラガでしたっけ、ギャラガかな。なんか確かファミコンのゲームで私もやったことあるんですけど、多分そうだったと思う。でこれはちょっと待ってね、シフトはバリア、シフトバリアで、ショットか。でこれはどうすればクリアなんだろう。なるほど、緑の虫ちゃんを指定された、数倒せばいいんでしょうか。突如とまたゲームがガラッと変わった。本当にここだけ撮ってみるとアイワナやってる感じはしないけども、難易度はね、アイワナみたいなちょっと鬼畜な難易度になってますけども、よし、弾数も多いしね。とりあえず撃って、連打はこれが限界ですかね、弾の。緑の虫を倒せば多分次のステージに行けんじゃないかなと思うんだけど、よし。でシューティングゲームはさっきやられてしまいましたけど説得力はあんまないけど、そこそこ得意なんで、この回でいけるでしょうとは思うんだけど、待ってね、そもそも虫狙っていくとちょっときついな。緑を意識して、ちょっとそのグワグワ動くの強いな、あなた。そいつが、よし、いったか。これで、よし、クリア？あ、全員倒せってことか。そういうことか。全員ではないけども、そうか、なんか緑の個数ばっか見てたけど、全員ちゃんと指定された数があるんですね。よいしょ、倒しきればクリアか。そう、動くの強いね、おい。当たんない。よし、あと一発。射的ゲームのように。よし、OK。クリア。でも、ステージ1はチュートリアル的な感じがするんで、この辺りからが本番で、本番でしょうね。さあ、とりあえず弾を撃ちまくって、あとは被弾しないように避けていけば、多分そのうちクリアできるんじゃないかな。このシフトのバリアってずっと使えるのかな。インターバルがある式なのかちょっと分かんないけど、とりあえずピンチになったら使ってきますか。そのさ、体当たりも回避できるのかな。弾をバリアできるっていう気はしますけど、危ね、飛び回るの怖いな。そう、とりあえずピンチになったら打ちましょうか。よし、ステージにもそんなに
これいけるな。うん、これはいける、これはいける。あとは弾が当たってくれるのを待つっていうか。やばい、うぅちょっと待って、突進してくる虫ちゃん強いな。それが結構手強い気がする。うわ、密集してきたな。まあそれぞれの虫に特徴があるのかな。まあとにかく緑先倒したいね。あの突進なければ全然脅威でもないんで、弾だけだったらほとんど直狙いでしょ。だってこれ弾が動いてれば当たんないと思うんで、ここら辺か、ここら辺でちょっと打ちていく。よしよし、当たった当たった。とりあえず体当たりさ、あのバリアもちょっと意識しよう。先ほどちょっと間に合わなかったんで、危ない危ない危ない。いやー、もうちょっとこのショットに、あのなんていうの、連射ができればいいんですけど。よしよし、当たってる当たってる。よしよし、今いいヒットしたね。そこ、あとそいつか、ちょっと離れよう。離れて、あ、なんか流れてる曲かっこいいね。今気づきました。ちょっと余裕が出きてきたからかもしれませんけど、あとちょっとこれちょっと狙い撃ちできないんで、とりあえず撃ちまくってれば当たるでしょうって感じで。よし、当たれ。当たんないな。そこどう。よし、 OK。 そこよし、 OK。 クリアー。ステージに、お、帰ってきた。ギャラがプラスハリゲーマップか。なんかこう見るとハリゲーも難しくなってきて、そしてなんか罠もありそう、ギミックもありそうでいて、先ほどの虫ちゃんが定期的にショットしてくるという感じなんで、まあここもまた難しいとは思われるんですけども、はい、また次回のパートで頑張っていきたいと思いますですね。はいそれにしてもテンション上がりそうな曲流れてますね。はい、また頑張っていきたいと思います。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。